徹底討論にトマカオルがこれからバロンドールを取る方法。シティに行ってプレミア、CL 優勝して30ゴール、15アシストを決める。CL 優勝が無理やな。三笘で無理だったら今後100年は無理やな。宮市はバロンドーラー候補やったのに。プレミアでゴールをアシスト王のサラーが取れなかったしな。プレミアの過去の得点王は点数が低いからな、40くらい取ればあるやろ。ハーランド声は厳しい。デブライネですら取れんやろうし無理やろ。なんならメシロナ時代とかぶったイニエスタやシャビはワールドカップも CL も CL も制覇してるのに取ってないバロンドールは運の要素が大きい。シティで言うほどバロンドール取れるか？バロンドールは同じような成績だったらアジア人は選ばれなさそう。まず今年のバロンドールって誰なん？メッシかエンバペかな。ハーランドもありそう。メッシ以外ないわ。シュート精度がソン・フンミンくらいあればガチでバロンドール狙えると思うけど今のままやと10ゴールがやっとやん。バロンドールとか無理やろ。馬なるもんなんシュートとか。ミはシュート自体は結構上手いと思うけど狙える時にしか打たんしミドルとかもうちょい狙ってほしいんやけどな。ミのポジションなら最低でも20ゴールは取らんとバロンドールは無理やろな。みんなミを過大評価しすぎやろ。多分1回か2回しかバロンドール隠れんと思うわ。チャンピオンズリーグで優勝するか日本がワールドカップで決勝まで行く CL の方が可能性はあるかな。日本人でバロンドール取ったらすげえな初やもんな。さわ。正直ワールドカップしか興味ないけど4年後まで持つのこれ劣化早そうなプレイスタイルだけど、三笘の場合相手の逆を取って抜いていくフィーゴタイプのドリブラーだから30ぐらいではまだまだ大丈夫。リーグ戦ちょうど折り返しで先発7試合途中出場7試合で4点後半は怪我さえなければ全試合スタメン出場可能。今シーズン2桁得点は通過点や。日本がワールドカップ優勝してその立役者になったら取れるやろ。